河野達夫は、徳島県鳴門市出身のプロ野球選手。左投げ左だ。北海道日本ハムファイターズ所属。高校時代は、通算3度夏の甲子園に出場した。3年の夏の甲子園でベスト8位入りが、最高成績であった。高校卒業後は、JFE 西日本に入社し、入社1年目にして、都市対抗野球では、 三菱重工広島の補強選手として出場する。二年目の都市対抗野球では、JR 西日本の補強選手として出場する。三年目の都市対抗野球にて、ようやく自チームで出場する。2018年11月に行われた第44回社会人、野球日本選手権大会では2試合連続完封勝利を記録し、同大会の決勝戦では、 三菱重工名古屋相手に9回1失点と、高等する。2019年のドラフト会議にて、石川昇渡を抽選で外した、オリックスバファローズと、佐々木明を抽選で外した、北海道日本ハムファイターズの2球団から1位指名を受け、抽選の結果、日本ハムが河野との交渉権を獲得。11月11日、 日本ハムと契約期に1億円プラス出来高5000万円、年俸1500万円で契約を結んだ。背番号は28。2020年は開幕から先発ローテーションの一角を担い、4試合目の当番となった7月19日の千葉ロッテマリーンズ戦、8回に失点でプロ初勝利を挙げた。最終的に12試合に当番し、3勝5敗。 防御率5.07を記録。オフに250万円増となる推定年俸1750万円で契約を公開した。社会人時代の最速は時速1 5 1トルであった。スライダー、スローカーブ、ツーシーム、チェンジアップなどの変化球を持つ。ありがとうございます。